ブチペーチひなこ略してブチひな。ということで今回も学園脱出の続きやっていいと思います。はい、前回あそこにいる村人のおっさんの落とし物を探して届けてあげて、プールの起動ボタンみたいのをゲットして起動させたんよ。うんうんうん。さあ、なんか謎の阿弥陀くじが出てきたから、これがもう何なのかすら分かってないから、これを謎解きする。で、こっち側のさ、なんかこの羊毛が白、青、赤、黄色の4色あるよね。で、白、青、赤、黄色の何かを探せってことなのかな。見た？車ぐらいしか見てないけどな、羊毛。車の謎々やったよね。やったんだよね。こっち側にもしかしたら何かがあるかもしれない。おーい。え？なんかかな。どこに行っちゃったの？こっちだよお前ボケ。おい、見えるやろ。これかな。誰だろう。あー！やー！ごめんごめんってごめんってでもそれを解かないとこっち側に多分行けないんだよね。まだえ、そっち側行けなくない？なんかもらったっけ？でも今のところね、あ、なんかに使えそうなのと鉄の斧と鉄のつるはし、あとこいつを何がくれたんだっけ？起動ボタンだって。お前何にも覚えてないの？お前このチェストに入ってたのも起動ボタン？ここに納品してここに起動ボタンが入ってたの。あ、なるほど。何も覚えてないんだよね。お互い風邪ひいて全然撮影しなかったもんな、これ。うん。で、鉄が壊せるやつがあるってことか。だから桜のフェンスを壊せるやつとプリズマリンの塀を壊せるピッケルがあるだけで、また弓矢とかアスレチックでゲットしたけど、それぐらいって感じなんだよな。アスレチック以外は体育館なんもないのかな。よくよくさ、うん、考えてみたらさ、アスレに消え取られてて一回あんまりちゃんと見てないんだよね。でも俺でも確か見た気がするんだよな。もうなんもないな。あ、あ、え、なんか言ってるこいつ。誰？再生のポーション回ってきてよ。しかも効果が高いやつ。ありがとう。それを飲んで体調が良くなった。脱出ゲーム参加してもいい？うん、そうだね、体調が良くなった、一緒に行こう。あれだ、前回俺ら理科室で作ったやつちゃんとこいつの手元に届いたんだ。ってことは体のだるさがなくなった。このポーションすごいね、早く遊びに行こう。分かった、でも無理はしないでよ。え、なんか変わるのかなこれで。うん、ありがとう。終わり？終わりっぽい。でもあの阿弥陀くじ解けないと進まないもんね。あ、なんか一個だけさ、今はまだ解けないよみたいな部屋なかったっけ？それじゃね？どこだっけ？一番上じゃなかったっけ？これじゃない？あ、これだよ、見て。多分これだ。読むね、4つの羊毛を正解の色へ変えよう、だって。あ、絶対これだ。もう答えは分かっているはずだよ、前と変わっているところを探してみてね。に変わってる。あれ、前はこれ、今はまだ解けないなっすよね。うん、なってた、なってた。もう答えは分かっているって言われてる、こいつに。多分これだ。これでさ、赤と青と白とって4色だったら正解でしょ。うん、あ、青、赤、黄色、黄色、白、正解だ。これ多分これヒントじゃない？これこっから排水口だ。排水口から順番にたどり着く色ってことだね、これ多分。よし、やりに行こう。これだ。意外と簡単だな。よいしょ。おい、撃つな、この野郎。お前ふざけんなよ、この野郎。シュッシュッ。やだ、弓下手なのやめて。これは。あ、ちょっと、あ、出た、村人ガード。お、痛い。これで排水口どこだ？これね、左端にあるんだよね。あ、ここか。そう、こっからスタートしてってことじゃない？から始まって、うん、アンミダックジー、アンミダックジー。泳げよお前。こう行って、こう行って、あ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 、こう行って、あ、あ、しるしるしる、こう行って、そう行って、こっち、赤。一個目赤？一個目赤。で次2レーン目私やるよ。こっちだよね多分。うん、こっからだよね。行くよ。あれ、阿弥陀くじってどういうルールだっけ？線があるところに行くんだよ。こうこう、いいよいいよ。斜めに行って戻される。戻されてで、こうか。違う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 。え、待って待って、分かんない。ここまっすぐ、そこまっすぐ、まっすぐ。あ、こっちか。こうで、こうか。そう、本当に分かってない人じゃん。こう、青、青、オッケー。同時にやらない？これいいよ、めんどくさいね。うん、めんどくさいね。じゃあここやるわ。いきます、スタート。こう行って、こう行って、あ、違う違う、こうか。おい、めっちゃ戻される。で、こうでん。入れ替わった。あ、俺黄色。あ、白。オッケー、じゃあ黄色白だね。これ完璧じゃない？オッケー、できた。赤、青、黄色、白の順番だ。
買いに行こうぜ、あれ。よーし、行くぞ。案外簡単だったんじゃない？痛、え？どうして？当たった、痛い。え、どうして？的に見えたね、ひなこちゃんの色が。痛い、痛い。信じられない、こいつ。俺すごい、なんか嫌です。右腕アップデートされてる人みたい。いっぱい刺さってる、右腕に。いいな。よし。なんかお前リンゴ飴みたいになったら嫌が頭に刺さって。ほんとじゃん。リンゴ飴だ。おいしい、おいしいリンゴ飴だよ。え、待って、なんだっけ色。赤、青、黄色、白。赤にするね。うん、赤、青、青で黄色。わあ、来たー。できたー。よし、チェスト開けます。はい。お、ダイヤモンドツラーシ、エンドストーンレンガの塀を壊せる。カエだ、皇帝だ。行ったり来たりだな。なんかそんなに行ったり来たりしてるかな。してるよ。だって動画撮る前にあそこからこっちに行って、であっちに行って、でもう一回こっちに行って、でまたあっちに行って、でこっちに来てるもん。どういうことそれ。あー、こっちだ、こっちだ。どこ行くんだお前。よし、はい。うえー、うざい、壊し方これ。あ、で待って、今回は通れる、それでも。ありがとう。違う違う違う、これ俺、これ目的があってやってるのこれ。何？尺を伸ばす。伸ばすなよ、こんな。よし、新しいエリア。ほら、校庭に来たぞ、ついに。なんだ畑？畑と思ってたけど全然違うね。え、なにこれ、なんか看板になんか1とか2とかなんか書いてあるよ。ほんとだ。もう一旦本読んでみる。オッケー。あ、待って待って待って。ん？その前に、ほら、これ。何？校長先生の長話ゾーン。お話ししてくれるやつね。はい、どうぞ。いやー、この学校は2000年に設立してからもう20年。時が経つのは長いものだ。2000年に設立したら24年のはずなのにバカなんだね。頭悪いか、ボケてんじゃん。痛い痛い痛い。え、なんかあるよここ。え、起動キーを1入れてください、2入れてください、3入れてください。なんか起きそうだねこれ。そんなの見てないけどね、まだ。何が起こるんだろう。おそらくなんだけど、多分この畑の謎がこれ合計3つあって、3つ多分やると起動機3つ分もらえるってことな気がする。でもなんかよくわからないね、木材だし。ちょっと本読んでみるか。ああ、いけます。はい。A、 頭皮白樺ジャングルのフェンスを正解の位置へ設置しよう。フェンスが入っていたチェストに他のアイテム入れないようにしてください。だって。え、このチェストにさあ、ほら、白樺のフェンスとか頭皮のフェンスあるわ。で、321って感じだね、あ、こっちから看板の数字が。教室？あ、教室かな。教室こんな感じじゃなかったっけ。一旦見てみるか。あと、このヒントとなるのは、ここに置いてあるビーコンとそこに置いてあるタルトライトだよね。は全部共通してない？うん、ここが。ねえ、なんであくびしてるのかな君は。真面目にお話ししてるのに私。教室にさ、そんなのあった気がするから見に行ってみるか。オッケー。そっから入れそうなんだよね、一箇所、プチさん。え？真ん中。そっかそっかそっか、そうじゃん、ここ入れんじゃん。あ、開通。やったー、行き来自由になった。とりあえず教室見てみるか、こっちか。あ、でもこれはなんか職員室とかだから違うかも。いや、でもなんか端っこになんかあったよね。あ、あ、やっぱそうだ、ほら、あ、ビーコンある。ビーコンあって、あ、ビーコン、ほら、俺これ覚えてたよ。これサムネ作る時に、うん、ワールド読み込んで、なんかこれがバグっちゃったよ、これ。このテクスチャが。そうなんだ。あ！あ？これさ、机のさ、下の柵の色見て。ちゃう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 。え、どうしどうし、何？ちゃう？あ、あ、違うよってことね、テクスチャ。ああ、そう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 。否定されてんのかと思った、何か。これ多分多くのエリアの話をしてるよね、多分。え、ジャングルの可能性もない？じゃあ両方やるか。で、これが1組でしょ？あ、で、2組もほら見て、色違うのある、やっぱ。で、これあれだ、さっき321って看板があったから、これそういうことだ。これ2組は2番のところのやつやれ、3組は 3組のやつやれってことだ。一旦3からいくか。ジャングルかオークかはさ、これが白樺のところじゃない？あ、そういうこと？なんだあれ、椅子の種類の話か。他のさ、組も見に行ってみる？あ、オッケー。え、ちょっとさ、二手に分かれて確認しない？俺ちょっとあっち見てくるわ。いいよ。じゃあ私、1年生見に行けばいい？一旦次2年生じゃね？二手に分かれるって言わなかった？あ、俺外に出る。なるほど、そういう二手か。ジャングル、白樺、あ、オークのやつだね。今2年生のとこいるけど、今度ここ白樺に変わってる柵が。白樺とオーク？
の組み合わせだな。おー、で椅子の種類は普通に白樺。どっちが種類違う？でこの多分あれだよね、ジャングルのこう幹がヒントになってそうだよな。そうだよね、うん、ジャングルと白樺の幹があるよね、とオークの幹やな。今ね1階1年生のね階来てるけど、ここも机がオークで椅子が白樺で、ダークオークとオークの柱が使われてる。ここはつまりこれがオークってことなんじゃん。それがオークか。1年生の階がオークの階。一旦1年生からやるか。そうだね、の方が分かりやすいかも。ちょっとさ埋めてみる、その1年生から。うん、オッケー。じゃあさ一旦俺あっち行って看板じゃねえ、あれ柵設置していくわ。どんどん説明するの難くない？ガチ。いや、いけるいける、いける。それ3年3組から頼むわ。1年じゃなくて、あ、さ1年3組だ。あ、これ頭皮だ。ダークオークじゃなくて頭皮だわ、あれ。でここが白樺でジャングル。1年3組から。そう、1年3組から。なんて伝えればいいのこれ。今3組いる？いるよ。オッケー、じゃあ今俺ランタンのとこ立ってるから。オッケー、ランタンのとこ立った。ランタンの前に立って左から頭皮のやつを言ってく。横一列で言ってこう一旦。オッケー、多く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 頭皮。一番右が頭皮。はい。うん。じゃあ次の列。多く多く頭皮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 。オッケー。で多分これ最後。うん。オッケー、次。頭皮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 多く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 。オッケー。じゃあそしたら次1の2、1年2組。オッケー、1年2組ね。2組はここ。はい、ランタンとこ立った。はい、いくよ。はい、頭皮頭皮多く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 。オッケー、次。頭皮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 多く多く多く。オッケー、じゃあラスト。オッケー、多く多く頭皮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 多く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 。オッケー、じゃあ最後の組、一年一組。オッケー、一年一組いきます。多く多く頭皮頭皮多く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 。オッケー、じゃあ次。多く多く頭皮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 。はい、次次。多く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 頭皮。あ、ピリリになった。できたできた。よし、じゃあこれ開けてみるぞ。はい。お、起動機1ゲット。3つの起動機を使用することで運動場にある仕掛けを動かすことができそうだ。オッケー、1個目簡単じゃん。なんだなんだ。じゃあ2年生のところ行くね。オッケー、これが白樺のフェンス。オッケー、ちょっと降りる、待ってて。2年の3組から。うん、2年3組。オッケー、さっきと同じ順番で任せてください。じゃあ白樺をね。オッケー、行くよ。多く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 白樺。はい、オッケー。はい、オッケー。白樺白樺白樺。はい、多く白樺多く白樺。オッケー。はい、次。白樺多く。はい、白樺白樺白樺。オッケー、じゃあ次の組。はい、次の組は、いきます。白樺白樺白樺。はい、多く多く。オッケー、次。はい、多く多く白樺白樺多く。オッケー、次。多く多く多く白樺多く白樺多く。オッケー、おい、次の組。次の組任せて、いくよ。白樺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 多く白樺多ね、めっちゃ多いね。はい、白樺白樺多く多く多く。オッケー、あと1個。オッケー、あと1個。多く白樺。オッケー、できた。イエーイ。よし、これで起動キーが2つ目。あ、めっちゃ簡単だ。じゃあ ラスト1個。ちょろいじゃん、任せて。このボタン何？あ、これリセットボタンで押す。やめてやめてやめて。え、どういうこと？どういうこと？やめてやめてやめて。焦る焦る。さあ次、ジャングルですね。いくよ。はいはい、多く多くジャングル多く多く。はい、多く多く。はい、次次。ジャングル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 多く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 。なんかすごい猿だなお前。は？はい、次次。ウキウキ多く多く多く。おい、分からん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 。どっちどっち。ウキは、ウキはジャングルだよもう。オッケー、ウキウキ
ジャングルジャングル、オークオークオーク。オッケー、次。オッケー、次、次のクラス。はい。オーク、ジャングル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 。はい。次、オーク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 ジャングル。はい、オッケー。次、オークオークオークジャングルジャングル。ジャングルジャングル。はい、次のクラス。はい、次のクラス行きます。行きます。オークオークオークジャングルオーク。はい。オークオークジャングルジャングルオーク。はい、次。ラスト3つ。ラスト、ウキウキウキオークオーク。ウキウキウキ、オッケー、できたー。イエーイ。さあ、これで起動キーを3つすべてゲットした。ナイス。あの工程のとこに入れたら何が起きるのか。行くぞ、ひなこちゃん。はい、来て。なんで閉めるの？なんで？ほら、力回ってこいった力。え、絶対行かないからね。あ、分かった。ごめんって。すねんなよ、お前。怒ってるんだよ、すねてるんじゃなくて。じゃあ、入れるか。入れて。何起こるかな、それ。よし、じゃあまず起動キー1。はい。お、え、青になった。起動キー2。はい。そしてラスト、起動キー3。はい。何？何の仕掛けが動くっていうの？え？ガシャガシャいってる。おお。え？何？なんだこれ。スタート、切り替え1、切り替え2、切り替え3。で、巨大な壁と謎のテトリス。出現する足場の種類だってプッチこれ。あ、あ、あ、アスレチックだこれ。そういうことだ、ほら見て。あそこがゴールだ多分。そういうことだ。なるほどね、ちょっと本読んでみるわよ。うん。行くわよ。はい。切り替えボタンで使用する足場を選択してゴールエメラルドブロックを目指そうだそうです。うわー、とりあえずスタートしてみる？うん。あー、なるほど。あー、これだとまだ行けないよってことだ。おお。で？今チッチチッチ音鳴ってるから時間が経つと元に戻るんだ。え？むずくね？切り替え1とか押してみる？あ、だから多分これ青色のブロックだ、これが出ますよってことだ。今全部青が出るんよ。ああ。だから一旦青はさっき1段欲しかったから多分1はこれだっていう気がするから、これでこうやってやってみる。あ、間違えた。3緑とかにしてみる。うん、はい。あ、ワンチャンこれ赤でもいけるかもな。ほら、したら待って、頭いい、そういうことね。じゃあうん、赤にしてオレンジとかにしとく？オレンジにしてみるか。オレンジにしてマッチ一発でいけるかもしれんで。で、一番高さ稼げそうなのもう一個だと紫。うーん、じゃあ緑紫にする。え、なんでオレンジ紫にしない？え、あ、これ、これ紫？あ、緑を紫にするってこと？ああ、そういう、それ、うん、これでいけるんじゃね。オッケー、よし、スタート。どうよ。あ、あ、あ、え、いけそう？ワンチャンあるよ。これ、これいけそうじゃね。ほいほいほい。あ、ここ届かないかも。ってことは赤じゃなさそうだな。でも赤からスタート悪くないよね。オレンジから始める。あー、オレンジから。いや、赤紫かなと思ったけど。赤紫ってどれだ？赤紫。あ、なるほどね。え、で最後は？え、わかんない、一旦これで。じゃあこれオレンジにしてみる。あ、いいよ。いや、でも同じ説あるからな別に。はい。あ、じゃあ黄色だわこれ。はいはい。あ、え、ワンチャンあるぞ。ある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 ぞこれは。あ、いや、紫だと登…あ、登れんのかそれ。登れる登れる。あ、ちょっと下手。待って、俺さこの赤からさ、これ一個もいけないんだけど。それは下手だよ、ただ。あ、待って、実験した。あ、いける、これ赤、赤いける。オレンジが届かないかも、ここ。なるほど。紫はいけてて、オレンジが届かないから一段下がってるやつの方が。あ、でも一緒か、分かんないな。一旦なんか適当になんか紫にしてみるか。紫だらけだな。いや、俺ね、こういうのね、なんか多分、ね、同じ色のパターン絶対あると思うんだよね。あ、いけた、やっていけた。いけない。でもそれ赤と紫のとこ届かなくない？それでもやっぱり。あ、届かないな。緑かもな。黄緑だと一段上がっちゃう気もするけどな。まあ、一旦やってみるか。オッケー。あ、絶対無理じゃないそれ。無理？ほら、高さがもうまず無理だもん。最初紫かわ。あ、高さ出してみる、やってみるか。うん、確かに紫とオレンジが一マス違いなのかな。最初紫で次は？わかんねえな。次は赤とかにしてみる。まあ、赤が無難な気がするな。じゃあ最後オレンジにしてみるね。うん、高さ出せるのやりたいよね。オッケー、はい。
これで届かない気がするな。届かない。あーむず、しょっぱな紫むずいな。あ、いけた、ナイス。届くそれ。あ、え、あ、ぶつかった。届きはするか。届きはする。ちょ待って、もう一回やりたくないこれ。もう一回やろう、もう一回。はぁー、苦手かも、この一マス。むずー。よし、で、あぁー、それで、いけた、ギャーも。いや、なんかこれじゃない気がすんな。最初めっちゃむずいよね。ちょっと一段上上がりたいな、うん、あ、こっからいけないもんね、だって。でもそっからは、え、いけないな。やめよ、紫しょっぱな違う、絶対。やっぱ赤か。赤でも段数稼げないよ、3段だよ。オレンジだったら4段だよ。じゃあオレンジにしとくか。はい。あ、でもなんかぽい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 、いけてる。お、めっちゃいけてよ。で、こっち行って、あ、ぽい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 。あ、可能性あるな、これあるよね。あ、え、それじゃね。え、ワンちゃんこれじゃね。もう一回出して最後届く。いや、でもめっちゃビッタビタだな、オレンジ。いや、たぶんこれだな。ここをどうやっていくの。こっからいけるかな。赤がワンちゃん違う。紫から赤が、あ、あ、でも端っこまで飛んでいっていけばワンちゃんいける。なんかこれ臭いな。ありえる。ちょっといけるかどうかやってみるか、これで。うん、はい、よいしょよいしょよいしょ。いや、これっぽいな。ちょ、時間が足りない。ジャンプしてくれたら。キャー！あー。いや、これ来るぞ、ワンちゃん。ありえる、全然。こんなにいけるの可能性あるよね。めちゃくちゃ感じる可能性、今。頑張る、プッチ。登って。赤いけるか、それで。あたー！そんな大事なところ。ちょっと、押して。いきまーす。ほい！よし。よいしょ。あ、よいしょ。やばい、オレンジから進め。こっち行って、これで赤が届いた。届いた、絶対それだ。あ、待って、いけそう。いけるね。時間足りない、私。待って、じゃあもうビッタビタで行くわ。はいはい。もうダメだ。よいしょ。で、あー、もうダメだー。一回でミスったら終わりだな、これ。うん、足りない時間、全然。何マスなんだろう、あれ。1,2,3,4 4マス飛びで上からだから多分いけるな。ここの紫あるじゃん、うん、は、あの、乗ったそのまんま赤に飛び乗れて、うん、でこっち側の紫は1段目、2段目まで乗ったらもう飛び乗れる。オッケー、こうか。そう。で、こっから、あ、いいね、早い早い早い。うまい、うまい。よし、あ、来た。いけるんじゃない。よし、来たー。はい、おー、チェストできた。はい、あ、なんだこれ。え、ヨウジョ、なに、正門の鍵。ついに、もしかして。この鍵を使って正門開きに行こう。やった、これ出すできんじゃない、これ。出れる。行くぞ。やった、やっと出すわ。帰ろ帰ろ、早く、こんなとこから。あ、バカむずかったな、アセチック。ん、なんか見つけた。なになになに、怖い怖い怖い。道間違えて行き止まり来ちゃったんだけど、なんか見つけたんだよ。ほんとだ、なんか、なんでお前、なんでこっち来ようとした、お前。間違えちゃって。今のは出る流れやろ。ごめん。開けてみるか。はい。え、手帳。手記3。手記3。一応読む。うん、読んで。はい。え、運動場の謎解きやギミックをクリアしたら正門の鍵が手に入った。これで学園からの脱出クリアなるかな。出口の鍵を手に入れて脱出するのが目標って言ってたけど、正門の鍵が出口の鍵でいいのかな。ちょっと気になるけど、他の鍵も見つかってないし、この学園の謎解きも全部解いたと思うから、このまま出てみよう。え、最後めっちゃ不安煽ってくるじゃん。なになになに、なんかめっちゃ厳しいなんだけど。なになに。そっか、出口の鍵を見つけろって言われたけど、正門の鍵だから。うん。え、一旦入れないで、これ開いてみていい、これ。入れないで、はい。はい。あ、正門の鍵入れてくださいって書いてあるね、やっぱこれは。え、入れるしかなくね、なんかやってないのある。何も見つけてないよ、私たち。屋上とかさ、行けなかった。
たよ。ごめん、なんか最後に余計なの見つけて。ごめん、なんかこいつめっちゃそういうのするんだよね。なんかディバッカーみたいなさ、穴めっちゃ探すんだよな、こいつ。すごい、わけわかんないもの見つけちゃった。いや、なんか屋上行ってなくねって思って、そういえば。え、行ける場所なんてあったっけ、屋上。いや、なんかね、ドアが、鍵が、あ、ほら、あ、え、部屋ある、なんかあるな。え、ちょっと待って、ちょっと待って、待って待って、怖い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 、なんか怪しいぞ、あれ。あっち側からも見えるかな。何か間違えてるのか、私たちは。いや、これ性格出るな。なんか俺バカだからさ、こういうの見つけてったらマジ穴にはまって、うわーやった、出すなーって死ぬ、デスゲームで一番最初に死ぬやつだよ俺。そうだね。で、ひなこちゃんは主人公みたいに、待て、ちょっと待てって言って、俺が死ぬのを見て、なんか新しい脱出するみたいなさ。でもさ、ちょっと冷静に考えてみて、今まで入れたところから何かが手に入ることはありえなくない？今まで教室とかにのチェストの中とかの見落としとか、そんなわけはないと思うのよ。だってそこに出口の鍵入ってたらおかしいじゃん。確かに。あるとしたら校庭じゃない？うち校庭もう一回戻ってみるか。か、普通に正門から出て怒られないか。まあ普通に出れるってことか。うん。嫌な本見つけちゃった、最悪、どうしたらいいの？裏側？あ、でも通れる。あ、通れない、ここは。入れてみるか。行ってみるしかないよね。進まないよね。こんなに気分よく出れないことある？え、今までのダッシュで一番ビクビクしてる。もしかしたら開いたらここからじゃ出れないぜみたいな、なんかストーリー進むみたいなのあるかもしれんよ。確かに、開かなきゃ話が進まない。行こう。入れます。はい。お、あ、キーはした。開いたわ、開いた。効果音も鳴った。これさ、え、出ていいのかな、これ。か、屋上も開いたか。ちょっと行ってみるか。ちょっと行ってみよう。ちょっと行ってみよう。この鍵を正門で使えとは書いてあるけど、出ろとは言ってないもんね。そうだね。うわ、今鳥肌立ったけど、で、開いてないわ。開いてないな。まあ出てみるか。行くか。もうしょうがないよね。いや、もうこれは多分これで合ってる。悪くないもんね、うちら開いたんだもん。じゃ出るか。行きましょうか。なんで、なんで、なんで、なんで。え？これで学園からの脱出はクリアでいいんだよね。お？お、誰か出てきた。脱出おめでとう。ここまで遊んでくれてありがとう。楽しんでもらえたら嬉しいな。合ってる？なんか合ってるっぽいね。今回の催し物はこれで終わりになるけど、よかったらまた遊びに来てね。それじゃあまたね。あ、合ってるんじゃない？これで催し物も終わりみたいだし。家に帰ろう。お？帰ってきた。大丈夫なのか。今日は一日中学園内を歩き回ったから少し疲れたな。寝るには早いけど少し休もうかな。でもこのまま寝て大丈夫かな。何か引っかかる感じがするんだけど。なんで、なんで。だって嫌かも、すごく。うん、いつもと何かが違う。え？何か大事なことを忘れてしまっているような。何？不穏すぎる。ただの気のせいなのかな。え、お、え、え、どういうこと？え、何か聞こえたような。い、め、さ、て、え、え、怖い怖い、急にホラー展開。ただの空耳。とりあえず今日は疲れたし、もう寝よう。ん、横になったら一気に眠気が重い。て、どうしてここ来たか。何か伝えようとしてる。待って待って待って、なんか急展開すぎる。ん、でも眠いから今はいいや、後で考えよう。すごいメンタルだね、この子ね。おやすみ。え、お願い、目を覚まして。バットエンド？え？バットの方なの？トゥルーでもなく、バットの方なの？分岐あるんだ、しかも。この本なんか書いてあるよ。読んでみるか。はい。学園から脱出をプレイしただけありがとうございます。今回のエンディングは正門から脱出した場合のエンディングとなっています。続きをプレイするには隠しアイテム、出口の鍵を使用して正しい場所から脱出する必要があります。あ、ヒントもらうけど、見る？見る。え、出口の鍵のヒント、運動場エリアの校舎付近にあります。やっぱ運動場なんだよ。うわー、なるほどな、やっぱあそこか。周囲のブロックと同化しているため注意深く見る必要があります。あとは溶鉱炉の中にあります。何個かこう見つけなきゃいけなかったんだ。次のページから学園へ戻ることができます。
脱出した後まだ続きがあるもので、よければプレイしてみてください。おー、ねえ、うちらがさ、アイテムから見つけてたのってなんだっけ。あ、これだ。それなんて書いてある。はてなはてなはてなのかけら、何かのかけらのようだ。全部で5つ集めて修復できないだろうか。これのことだったんだ。見つけてたんだ。うわー、わかっさー。